はい、整体院ルーツケアの太田です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。それでは今日も十勝館内もしくは帯広市内で腰痛でお困りのあなたに腰痛改善のヒントやポイントをお伝えさせていただきます。はい、今日はですね、朝撮らせていただいてます。はい、何の話をしようかと考えてたんですけども今日もですね、腰痛の原因についてお話しさせていただきます。やっぱ日頃からですね、自分でどういった運動をすればいいんですかって形でですね、患者様の方から聞かれることが多いんですけども、今日はですね、腰痛の自主トレーニングですねについてお話しさせていただこうかなと思います。で、腰痛の原因といってもですね、もう本当に様々あるんですけども、人によっては首だったりだとか、もちろん腰もありますし、お腹ですね、内臓、やっぱり内臓の問題も非常に大きく関わってきますし、あるいは、お尻だったりね、足だったりあるんですけど、今日はですね、足ですね、ふくらはぎですねがやっぱりですね、腰痛の原因にもなってくるパターンがあります。というのもですね、全身はですね、人間の体の全身は、筋膜でですね覆われていますので、要はですね、その筋膜の硬さによってですね、引っ張られるんですね。例えば足の方に問題があると、足の筋膜に引っ張られて、全部ももからですね、お尻、まで通って腰までですね、やっぱりつながってくるので、やっぱりこの足の状態っていうのは非常に大事になってきますね。で、いろいろね、検査させていただくと、人によってはですね、本当にね、ふくらはぎをね、軽くぐっと軽くこうやって動かしただけですごく痛い痛い痛いってなる方がいらっしゃいます。で、こういった方は本当に要注意で、すごくね、足の筋膜がすごく固まってたりよじれてたりすることによって、それがですね、ずっと伝わって腰まで来てたりだとか、あとは座骨神経痛の、原因になってたりね、結局要は、座骨神経っていうのも、筋肉筋膜の中をぐーっと通ってですね、筋膜でつながってますし、要はふくらはぎの方までつながってくるので、そこでやっぱり固まってたりするとですね、その座骨神経の動きも制限されて、刺激が入りやすいような状態になってしまうということで、やっぱりふくらはぎの状態を、足の状態をですね、いい状態に保つことは重要です。で、よくお伝えさせていただくのはですね、ふくらはぎですね、ちょっと僕のすいません、汚い足で申し訳ないんですけども、ちょっとね、ここを手術したりするんですけども、こういう手術の後もですね、やっぱり筋膜をよじれさせる原因になりますし、やっぱり切ったところって 100% の状態には戻らないので、こういうのもね、やっぱり制限になってきます。なので、僕としてもですね、右足がすごく、右半身が全部悪いんですけど、こういうのもね、一つ原因の一つかなと思います。で、ちょっと余談だったんですけども、やっていただきたいのはですね、お風呂の中でやられるのがベストかなと思います。お風呂の中に入るとどうしてもね、どうしてもというかね、筋膜、筋肉柔らかくほぐれやすいので、神経もね、軟部組織なので、やっぱり緩みやすいので、座骨神経痛の方も腰痛の方もね、お風呂の中でやると割と比較的容易にできるかなと思うんですけども、やり方としてはですね、こういう姿勢取れるのであれば、お風呂のね、中でこういう姿勢、あるいは座ってね、浴槽の中でこういう姿勢になっていただいて、このですね、ここにですね、脛骨っていう骨がね、こう板状というかね、こう板状に思えるようなこういうね、脛骨っていう骨があるんですけども、そこのね、内側、この辺にですね、指をぐーっと開けて、ぐっとね、中にぐっと入れるだけでいいです。こうすることによって、この後脛骨筋だったりだとか、このね、屈筋群ですね、足を曲げる筋肉群がこういったところにあるので、それをですね、緩めることができます。で、この筋肉っていうのはね、太ももを介してお尻の方まで、骨盤までつながってきますので、しっかりと緩めていただくと。この内側ですね、結構ね、これ固まってると痛いので、僕もちょっとね、この辺痛い箇所あるんですけど、人によってはこの下の方がすごい痛かったりだとか、上の方が痛かったりとかね、この真ん中が痛いとかある。僕は結構真ん中のこの辺がちょっと痛かったりするんですけども、こういったところをぐーっとね、高圧刺激をしてあげてですね、このまま待ってるだけでいいです。そうすると、徐々に筋肉が緩んでくる感覚がありますので、ある程度ね、適当でいいと思います。2、30秒ぐらいずっと押して、で、緩んでくるのをなんとなく待つと。いうのを何箇所かね、この硬いところ、固まってるところを探してやってください。柔らかいところをやっても、ここ柔らかいので意味ないので、やっぱり硬いところですね、基本的には固まってるところを軽く、押してあげて、で、緩ませるってことをやっていただければなと思います。ですね。あと、
あ腓骨筋といって、こっち側のね、頸骨と腓骨の間、まあ、ここに前頸骨筋というのがあったりもするので、まあ、その辺もね、ぐーっと大圧こうやって刺激してあげると、まあ、これも硬いところですね、中心にやっていただけるといいかなと思います。まあ、これできれば左右ですね、はい、やっていただいて、結構ね、左右差あったりすると思います。僕もそうですね、場所的には、ちょっと左側はちょっと下の方がですね、痛みがあったりするんですけど、こういったところをしっかり緩めてあげるっていうことをしていただけるといいかなと思います。あと、その、よくね、こむら返りとか夜中つりやすいって方も、いろんな原因はあると思うんですよね。水分が足りないとか、まあ、電解質が足りてないとかね、疲労が溜まってるだとか、そういう原因いっぱいあるんですけど、まあ、筋肉がね、固まっていることによって、神経に刺激が入りやすくて、夜中つりやすいっていう症状もね、出てきたりすると思うので、ぜひともね、この、まあ、ストレッチですね。まあ、ストレッチというか、まあ、緩ませる方法ですね。筋肉を緩ませて、筋膜を緩ませていただいて、あなたの腰痛の改善にですね、お役立てていただけたらと思います。はい、今日はですね、腰痛に対する自主ストレッチですね。まあ、腰痛とか座骨神経痛にもですね、まあ、つながってきますし、まあ、これやるとね、だいぶ足の動きが、まあ、楽になったりとか、しやすくなると思いますので、ぜひともですね、腰痛でお困りの方はですね、このストレッチ、やっていただけるといいかなと思います。はい、それではですね、何か質問とかありましたら、メールとか電話で、ご連絡いただければと思いますので、まあ、いつでもですね、お気軽にご相談ください。それでは本日も、動画をご覧いただきありがとうございます。